ホワイトベースのですね、みんながですね、えー、見送ってるんですね。これあの、フラウボは後ろ向いてるんですけども、フラウボも最初前を向いてるんですよ。注目してほしいのはですね、この端にいる開始伝です。 シデンもマチュルダさんのことが好きで憧れてるのでですね、海志殿もやっぱり見送りに来てるんですねで。だからといって彼のキャラクターとしてみんなと同じように整列して、で、敬礼して迎えるんではなくて、ああ、いい女だなとか、いつまでも見たいのに行ってしまうのかな、みたいな感じで立ってるんですね。ところがそこにアムロがものすごい勢いで走ってくると。もう本当にハーハーゼーゼー言いながらブリッジに駆け込んでくると。フラウボーが気がついて振り向くんです。このフラウボーとかの上に被さるようにアムロが入ってきます。 これ、同じ絵なんですよ。わかりますか全く同じ絵で、この3人の登場人物の上に被さるようにアムロだけがポンと乗ってくるんですね。フラウボーの心配そうな顔ですね。それが隠されてしまって、えー、カイシデンのニヤニヤ顔だけがここに残るんですよ。そうするともう意味が変わっちゃうんですね。僕、これを、やっぱ富野義之が自分で演出してコンテ書いているからできる奇跡の、なんだろうな、技法だと思うんですけども、実はこれ、 ものすごいことなんですよ。っていうのは、アニメーターはですね、これ、カイシデンの演技を作画してないんですね。カイシデンは、ただ単に、ニヤニヤ笑いながら町田さんが見送ってるという演技なんですよ。ところが、このカットが変わると、アムロの様子をニヤニヤ笑っているようにしか見えないと。で、これ何かっていうとですね、そのクレショフ効果っていうんですね。カイシデンっていうのはですね、 ただ単にブライトさんたちと一緒に、えマチュラさんを見送ってるだけなんですよ。でも、ここにアムロが入ることによって、作画的な手間を一切かけずにですね、アムロの心情をミス化してですね、アムロが一生懸命憧れてる女の人を一目見ようと走ってきた、そんなアムロの若さを笑ってるように見えるんですね。 繰り返しますが、これはアニメーターがやった演技ではなくて、富野義之が演出的に意味付けた演技っていうところがすごいところなんですよね。ここら辺がですね、やっぱ本人自身が演出やってるからこそできる撮影を出すときに、セルの位置をここっていうふうに特定して、開始点を隠さないように。で、後ろから見ているフラウボーは、 覆ってしまうような位置にアムロを配置するっていうのがはっきりと指定できるからこういうことができるんです。マチルダを見てるときの回は、まあいい女だなぁぐらいの演技なんですけども、アムロを見てるときの回は坊やだなぁっていうふうにやってるように見えるっていうことですね。